皆さんこんにちは、朝日役の阿部海生です。イエーイ。ということで、この度ラストアンコールの方に朝日役で、出演いたします。この作品は、死神とそして探偵が2人で共に行動して、現世に留まっている霊の悩みだったりね、そういうのを解決していくストーリーになっています。僕が演じる朝日は一体どういったキャラクターでこの作品に関わってくるかは、舞台ラストアンコール死者の夜明け、3月23日から、4月2日まで博品館劇場にて上演いたします。ぜひ劇場の方でチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。では劇場でお待ちします。